J-HOPE が兵役の準備に入ることを明らかにしました。 BTS の J-HOPE がファン向けコミュニティプラットフォーム Weverse のライブ放送で入隊日が決まったことを明かしました。入隊前のスケジュールはほぼ終わっていると明かし、今月3日にリリースしたソロシングル On the Street に関する活動が最後になるとされています。韓国の兵役制度では男性は18歳から28歳までの間に21ヶ月から24ヶ月の間の兵役を履行することが義務付けられています。ただし芸能活動を行っている場合は特例措置があり入隊を延期することができます。これは BTS の最年長メンバージンが28歳を迎えた2019年12月にポップスターの2年間の兵役延期を認める法案が可決成立し BTS 法と呼ばれました。 J-HOPE も BTS 法のおかげで入隊は遅れていました。しかしついに J-HOPE も入隊が近づいているようです。3月16日 J-HOPE は V ライブにてジンヒョンが入隊して自分はいつ入隊するべきか考え、一日でも早く入隊し良い姿をお見せするのがいいと思って決めましたと語りました。また文白木に慰めてあげられる様々なコンテンツを準備したよ。あらかじめ撮ったものが多いけど軍隊にいる時間の目標は老けずに帰ること、年を取らずに良いコンディションを維持したいとアーミーを思っての決断と、入隊期間もアーミーが寂しくないような配慮、そしてまたかっこいい姿を見せたいという目標も、さすがワールドスターハッピーウイルスの J-HOPE らしい決断です。J-HOPE は BTS の最初の入隊者であるジンに続いて2人目の入隊者となります。ジンは昨年12月に新兵教育隊に入所し、現在は新兵教育大隊で助教として服務中です。以前リーバースにて短く切った新たなヘアスタイルと思ったより可愛いとコメントを添えて写真を投稿したりして、アーミーを心配させないようジンらしいコミュニケーションをとってくれました。ファンの反応は、コビタンの入隊日もう決まってるのか、コビも入隊か、ジンくん元気かな、バンタンが戻ってくるのはあと何年後になるのかな、コビちゃんが入隊まで試み穏やかに過ごせますように、アーミーのために去年のソロデビューから止まることなく走り続けてくれてありがとう、公式のお仕事も終わったんだね、仕事納めに会いに来てくれてありがとう、入隊までの間家族やお友達と過ごしたりゆっくり休んでほしいね。 BTS は韓国を代表するグローバルアーティストとして世界中で人気を博し、 BTS の楽曲やパフォーマンスは多くの人々に感動を与え、数々の賞を受賞してきました。現在はグループ活動を休止し、メンバーはソロ活動に専念中です。 BTS 法を活用して30歳から2年間兵役に従事すると考えると、最年少のジョングクが兵役から帰ってくるのが2029年9月と予想されています。 BTS の兵役が完了し、また7人で BTS として戻ってきてくれるのを信じて、彼らの活躍に注目していきましょう。 TikTok では切り抜き動画、ブログの記事でもご覧いただけます。コメントや高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。